小倉足元攻め右足決まった。クロスを上げる後ろから返す、強い、素晴らしい。15番の進藤、森からゴール前、トクラ足元攻め右足決まった。トクラが決めました、今シーズン4ゴール目。2対1、ホーム札幌逆転勝利を収めました。これで7戦連続負けなし。激走でしたね。でした、はい。まあ雨の中来てもらったサポーターを濡れたまま返すわけにいかないと思ったんで頑張りました。その熱意でヘディング見事に叩き込みました。もう菅ちゃんが日頃からクロス練習してるのは見てたんで、まあいいボール来るなと思って予測して入ってきました。もう今日なんか特にもう本当にホームで絶対負けられないという気持ちで、ハーフタイムそういう話し合いもありましたし、しっかり結果出してよかったなと思います。今日もたくさんの応援ありがとうございました。また次節から頑張っていきたいと思いますんで、応援のほどよろしくお願いします。サポーターの歓声にも応えていただきありがとうございました。進藤選手でした。いや、das war natürlich sehr schöner Sieg.
Wir haben sie vorbereitet auf diese zwei Varianten, erste Sekunde und zweite Sekunde, weil so was wir haben zweite Halbzeit gespielt, wie wir vom Anfang spielen, ist unmöglich, 90 Minuten so ein Pressing zu spielen. Ich habe gedacht, erste Halbzeit 0-0 und zweite Halbzeit so zu spielen, aber trotzdem 1-0, wir haben gewonnen.